流役の鈴木達久です、えー、今回はですね、えー、とててもののある、えー、男の子をやらせいたただきましたいやーにしてもこう個人的にはすごく男の子の姿をしてるんですけれどもなんか少女のようなというか恋にこうとにかく振り回されるというかそれが生きがいのようなそんな男の子でして何でしょう女の子のような感覚で <laughs> やらせていただきました。 もういろんなシーンもあるんでちょっとなんですけれどもすごくねっとりというか粘度の高い <laughs> シーンもございますのでぜひ楽しみに聞いていただければなと思っておりますぜひ発売を楽しみにしててください